いやご苦労さん、3人でよくやったよね。ゆっくり休んでね。じゃあの、絵はうまいんだけどハートがないっていうかさ、あなた足の経験あるでしょ。なんかそれが裏目に出てるっていうか、なんかさ話が難しすぎるんじゃないの。でもそれ以前の問題な気もするし。俺シャワーも気がつかなかった。危ないじゃない、こんなとこで原稿回して。なんでもないんです。ちょっと見せてください。ダメ。これ君の。違います。じゃあ誰の。マイコ先生のじゃないよね。オリジナル書いたことないなんて言ってたけど書いてたんだ。こんなにたくさん、どうして燃やしたりなんかするの。こんなもの持っててもしょうがないんです。書いたら見せてくれるって言ってたよね。燃やす前に見せてくれない。こちらがチュールレースの素材になります。シンプルなタイプで、お色はオフホワイト、胸元はダイヤカットになります。いかがでしょうか。になると思います。ごめんなさい。永遠の愛を誓いますか。はい、誓います。入りたい。嫌だ。じゃあこっちはちょっと気に入ったけど。何、他探せ。ありがとうございました。私小田切さんにも見ていただいただけで。これを本当にケイちゃん描いたの。面白かった。はい、いいんです、慰めてくれなくても。いやそんな余裕ないよ、驚いてんだ。本当の意味で個性がある。
嘘。本当だよ。嘘よ。自信持てよ。これ誰かに見てもらったことは？ずいぶん前に友達が書いたって嘘言って先生に。なんて言ってた？諦めた方がいいって。それに今日よその出版社持ち込んだんですけど、そこでもやっぱり全然。だからいいんです。そんな奴の言うことより俺のこと信じろよ。ケイちゃんすごくいいもん持ってる。本当に？本当だよ。だって新人の見てこんなに感動するのめったにないんだから。ああ、惜しかったな。さっき燃えたやつもう一回書く気ない？誰か紹介するよ。本当は俺が担当したいんだけど、多分舞子先生いい顔しないだろうから。小田切さんじゃないと嫌です。うん、でも小田切さんじゃないと。私小田切さんに見てもらおうと思って書いたんです。私他の人じゃ嫌です。小田切さん本当に先生と結婚するんですか？本当に先生のこと好きなんですか？もちろん。嘘。私小田切さんのことずっと見てました。そんな取ってつけたみたいに好きだなんて信じられない。先生だって小田切さんのこと好きなわけない。私の方がずっと小田切さんに見てもらおうと思って何年も隠し事みたいにして書いてきたんです。やっと見てもらえたのに、分かってもらえたのに。それなのに先生と結婚しちゃうなんて嫌です。絶対嫌です。ダメだよケイちゃん、そんなこと言っちゃ。言わせてください。私には何もない。小田切さんが褒めてくれたこと以外何にもない。先生は何でも思ってて自分のことしか好きになれない人なんです。何でもわがまま聞いてくれるから担当の人いつも好きになって。いつも阿久津編集長。お付き合いしてました。私が来るずっと前から。なんで今俺にそんな話を？好きだから。ケイちゃん。結婚にたった一つ障害があるとしたらそれはあいつなのよ。読みました？先生が原稿落としたおかげでデビューした新人の。行こう、ホテル。一度だけ、そしたら忘れます。はじめまして、雅子と申します。ダメだ。この番組は江崎グリコ、ライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。